伊藤選手、左ミドルがすごい強くて、最初から強いと思って対策は立ててたんですけど、思うように自分の型がはまらなくて、逆にちょっと1ラウンド効かされる部分とかもあって、すごい危ない展開だったんですけど、あそこで本当ダウン取れてよかったです。諦めないでよかったです。対戦前と戦ってみての伊藤選手の印象を聞かせください。やっぱり今言った通り、もっとテクニックばっかりであんまり強打はないのかなと思ったけど、蹴りの威力がすごい強くて、結構びっくりしましたね。それでは最後に今後の目標を聞かせください。今後の目標は前から言ってる通り、一勝一勝、次の試合も必ず勝てば道は見えてくるんで、あんまり先っていうよりこの次ですね、もう勝ちます、次も勝ちます、応援お願いします。